平野章の最後のラ瞬間、ルイ・ヴィトン・愛が示す衝撃の真実とは彼のスタイルはただの服装じゃない平野章が伝えるブランドとのちぎりとは ?2024 年4月18日、ラでの最後の瞬間を切り取った平野章のインスタグラム投稿が、彼の世界中のファンを魅了しました。その写真には、 彼がブランドアンバサダーを務めるラシットビションブランドの服を身につけている姿が映っていました。彼は常に自分の行動が国内外のファンにどのように映るかを意識しています。例えば、海外に行くときはブランドイメージをどうやってアピールするかを考えて、ラシットビションの服を着ることがあります。 彼の行動はまさにブランドプロモーターとしての責任感を示していると言えるでしょう。彼はいつもルイ・ヴィトンのブランドアンバサダーとしての役割を全うしている。シンプルな服装でも彼の身につける高価なアクセサリーが彼を特別な存在に変えてしまう。彼のスタイルは単なるファッション以上のものだ。それは彼が着ることで ブランドのメッセージや意味を体現するということだ。この投稿に先立ち、彼は神宮寺ゆうたさんの動画の中で着用したシャツを紹介しました。そのシャツはルイ・ヴィトンのもので、価格は約15万円です。この白いコットンニットラウンドネックシャツは遊び心あふれるデザインで、胸には繊細なパステルトーンのシグネチャー LV。 背面にはヴィンテージにインスパイアされたピンクのルイ・ヴィトンのスクリプトが施されています。このシャツはカジュアルなルックに春の爽やかな雰囲気をもたらします。そして次に取り上げられたのはモノグラムフリースカラーコットンパイロットジャケットでした。このジャケットは51万7千円で販売されており、プレッピーなブラックコットンパイロットジャケットで、 取り外し可能なフリースの襟とレザーストラップで飾られています。また、モノグラムクラッキープリントが襟と裏地に施されており、ルイ・ヴィトンの刺繍がさりげないが洗練されたアクセントとなっています。さらに、彼のコーディネートにはデニムワークパンツも欠かせません。これらのワークパンツは28万円で販売され、 ブラックのデニムとキャンバスを組み合わせた素材で作られています。右足にはモノグラムと LV ロゴの入ったジッパー付きのパッチポケットがあり、スタイリッシュなデザインが特徴です。最後に、彼のスタイルを完璧にまとめるのはルイ・ヴィトンのクロスボディーバッグです。このバッグは69,300円で販売されており、 2024年のハルカメンズショーで初めて披露された LV ラバーズスタッツキーチェーンが特徴です。クラスプとリングに取り付けられた LV ラバーズチャームは細部までこだわりが感じられるデザインです。平野ショーのコーディネートにはルイ・ヴィトンのアクセサリーも欠かせません。彼のお気に入りのルイ・ヴィトンのサングラスは常に彼の旅の相棒であり、 その人気は価格レビュー記事に何度も取り上げられています。彼の投稿は常に注目を集め、彼のファッションセンスとスタイルの独創性を示しています。彼の選択するアイテムは単なる服装以上の意味を持ち、彼の個性とブランドへの愛情を表現しています。平野賞のファッションは彼の個性とスタイルを反映しています。 彼の選んだアイテムは、彼のファンにとってもインスピレーションの源となることでしょうか彼のスタイルから何を学ぶことができるでしょうかこのエピソードから考えると、平野翔は単なる俳優ではなく、ファッションアイコンとしても一目置かれる存在であることがわかります。彼のスタイルは常に注目を集め、ファンやメディアを魅了し続けています。 しかし、このような有名人のファッションセンスについて考えると、その背後にはどのような意図やメッセージがあるのでしょうか彼らの衣装やアクセサリーには、彼ら自身の個性や信念が反映されているのかもしれません。また、彼らが選ぶブランドやデザインには、社会や文化に対する彼ら自身の見解や関心が現れているかもしれません。 平野翔のファッションについて考えると彼のセンスや選択に対する新たな視点や理解が得られるかもしれません彼の衣装やアクセサリーが彼の人生やキャリアにどのような意味を持っているのかさらに深く掘り下げてみる価値がありますそれが有名人のファッションに対する私たちの好奇心を満たす一助になるでしょうこれからも 平野翔のファッションセンスやその背後にあるストーリーに注目していくことで私たちは彼の人間性や美学についてさらに理解を深めることができるでしょう彼が今後どのようなファッションステートメントをするかますます興味深いですね平野翔のファッションは単なる服装以上のものを伝えているそれは彼の個性やスタイルだけでなく 彼が背負っているブランドのストーリーを語っている。彼の衣装の背後に隠された物語は、彼のファンにとってもっと興味深いものかもしれない。彼が着るものが彼自身やそのブランドについてどのような物語を語っているのか、その真実を知るためには、彼のファッションの裏側を探ってみる必要があるだろう。そして、 私たちは平野章のファッションに関する新たな興味深い話を待ち望んでいる。彼の次のスタイルがどのような物語を語るのか、私たちはそれを見守っている。その次の一歩がどのような冒険をもたらすのか、それは彼のファンにとっても、ファッション愛好家にとっても興味深いことだろう。この話題について、 あなたはどのような考えを持っていますか有名人のファッションセンスにはどのような意味があると思いますかあなた自身のファッションスタイルに影響を与えるものは何ですかぜひ、シェアしてください。これらの最新のファッション動向は、どのように私たちの日常生活や価値観に影響を与えるでしょうか 彼のような有名人がブランドのアンバサダーとしてどのような責任を負うべきでしょうかファッションの世界での持続可能性の重要性についてどのように考えますかこれらの問いに答えるためには私たちはファッション産業の内側から見る必要があります。そしてこれらの問題に対する解決策を見つけるために 私たち一人一人が責任を持ち、行動していくことが不可欠です。